だろう、絶望っていう感じではなかったのかなって思います。あ、がんかっていう感じですね。うん、まあ、検査とかをいろいろ1ヶ月半ぐらいずっと受けて、まあ、だんだんとその腫瘍だとか動脈性らしいとかで診断がポンとついた中で、だから割とあ、がんなんだなっていう静かな受け止めをしたんですよね。大学生だったんですね。で、そのちょうどまあ診断受けたのは4月で新しい学年が始まるっていう時で、あ、なんかこの今まで、まあ、2年間一緒だった仲間と学年が変わる、もう1年休まないといけないっていうことになって、それは少しあの寂しいなっていう気持ちはありました。こういうちょうど看護師の勉強してたので、仲間にもそういう姿を見せるのもまあいいかなって。へー、それが割と、早いうちにそんなことを考えてました。今が一番いい時だなって、まあいろんなこう波があるけれども、まあでもその時その時で今が一番いい時だなってなんか思えるようになった。まあがんになる前からなんとなくそういうふうにこうなんだろうな、ポリシーじゃないですけど、思って生きていきたいなって思ってたのはあると思うんですね。でもがんになったことで確信に変わったというか、この衣装が、合唱の衣装、はいはい、そうなんですね。あの、まあ、ちょっとネクタイ変えれば仕事着なんですけどね、あの、まあ、年1回なんです。本当にあのベートーベンの第9を年末に歌うというのがずっと、まあ、がんになる前から続けてはいるんですけれど、でもまあまあがんを経験してからまた歌い続けられている。よくあのがんになったら絶望って言われると思うんですね。それはもうそういう気持ちだから止めなくていいと思うんですけれど、ただ絶望だけじゃないかなって、それこそその診断を受けた時に、まあ、治療していく、それをこう看護学生の仲間に見られるっていう時に、まあなんていうかな、こう生きた教科書というか、あの実物を見てもらったらいいなって思ってたんですよね。で、まあその予定通り大学生活が送れないけれども、でもその代わりそういうこうちょっと違う役割みたいなものもあって、まあそれでこうプラスにというか病気と向き合う力みたいなことになったかなって思ってるんですよね。私も今仕事は看護師というか保健師っていう仕事をしているので、やっぱりこうがんになる方に出会うんですけれども、まあがんだけじゃなくて、それは例えば老いていくとか年を取っていくとか、まあいろんなこう、なんかこう喪失していくようなことがあっても、何かこう役割を持ってたら支えになったりとか生きる力になったりとか、そういうことってあるんじゃないかな。